この番組はご覧の提供でお送りします。皆さんこんにちは。映像で五穀の魅力を伝えたいミコ TV 小森です。メイナです。マイです。どうです。はい、そして一緒にお届けするのが岡くん、徳永くんです。はい、はい、ミコ TV 安土チャンネルは戦国の聖地安土町にあります安土楽市楽座館からお届けしております。はい、楽市楽座館は JR 安土町から徒歩2分にあります。織田信長公が作った町安土の散策はこちら楽座館からスタートしましょう。はい、今回も始まりましたが、はい、ね、今回からですね、なんと台本なしということで、あ、これにおいたの本当に流れしか書いてない状況であります。はい、なので今日は喋ったもん勝ちです。そうですね、人数も多いでね。そうですよ、多いのでなかなか回ってこないので、もうどんどん喋っちゃってください。はい、ということで9月になりましたが、夏、8月、皆さん1ヶ月間いかがでしたか？暑かったですけれども、はい、先生、今日夏休みですよね。あ、そうですね、はい、夏休みでした。夏休みでした、はい、夏休みでした。夏休みです。夏休み終わってはない？まだ終わってないです。まだ終わってないです。はい、あ、そうか、はい、新学期始まりました。はい、ね、本当にいろんな、ね、年代いろいろね、働いてますけれども、はい、ちゃんと働いたんですか、夏休みも？働いてますよ。でも夏休み全然なかったんですか？夏休みも本当に取れてなかったですね。一応その夏休み取れるよっていう期間はあるんですけど、うん、まだそれの半分しか、半分も取ってないんですよ。わー、いっぱい溜まってる。それだけちょっと仕事が忙しくて。なるほど、はい。背がきすぎて、うん、あの死を吹いてしまっても、黒の T シャツがなんかアートみたいになってます。これはどうなんですか、アートといえば。死はですか。ぜひ、あの来年の夏は死はアートやってみてください。僕めっちゃうまい。じゃあもう学校始まっちゃった。まりちゃんは夏休みいかがでしたか？夏休み、ほとんどヒコリ PV の撮影だったんですけど、はい、まだ、ね、みんなとは違った夏休みを過ごせて、うん、ある意味楽しかったです。楽しかったですか？はい、暑かったじゃないですか？暑かったですね。でも体が丈夫になりましたね。体力が結構過酷なロケだったんですね。はい、ロケといえばゆきやくんも、はい、夏休みの、夏休みですか。僕最初、夏休みの最初インターンシップで行って、あんま遊べてなかったんで、後半はもうちょっと遊びすぎましたね。遊びすぎました。でもまだまだ夏休みは、そうですね、残ってますね。まだ遊ぶんですか？まだ。いや、勉強がやっぱできてないんで。お、勉強するんですか？ちょっと、おお、すごいな、休みになってますね。勉強してないキャラみたいな。知らないですよ、普段は知らないですけど。見た目で話す。メイちゃんは夏休み？私も夏休みですね。ま、私は、はい、のんびりしてますね、バイトと。バイトと、はい、やっぱりもう普段の学校が結構忙しいんで、夏休みはまあゆっくりしようかなっていう感じで。まだまだ続くんですね。はい、続けますよ。家で、めいちゃん家で何してるかちょっと気になります。ここはちょっと秘密です。秘密です。あ、絶対みんな気になっちゃうと思います。気になってますか？はい。はい、で、今日は6人ですね。こんな大人数初めてじゃないですか？はい、もうね、ニコファミリーって感じです。はい、面白くなりそうですけれども、はい、え、もっと喋りたいことないんですか？オープニングないですね。ちょっとこの後心配ですけれども、大丈夫ですかね？まあまあまあ、大丈夫です。
って喋っていただきたいなと思います。はい。ね、彦根の PV も公開されたということで、そちらの情報もお届けしていきたいと思いますし、イベント情報もたくさんイベントね、これからも秋になりながら、秋になるからイベントがあると思うので、そちらも、はい、助けてよ。何回目なんだろう、56回、6回目、はい、はい、56回目、進めていきたいと思います。はい、第56回リコ TV アクチャンネルスタートです。この後もお楽しみに。容赦ない当たり前だ、心がない、僕はガラクタなんだ。大事なものを多すぎる勘違い、本当に大事なものはそう多くない。理解したように笑うけど本当はね、笑った顔をインプットして楽しい。理由もない、ただ意味ならちゃんとあるの、本当だよ、伝えても意味はないかも、信じないよ。